精米製材、注文製材、人力製材、木材加工、木質ペレット製造販売、串本商店です。製材、木材加工、木材販売だけではなく、このような木製品の加工もさせていただいております。今作っているのは仮設の木製花壇の制作の風景です。材料の切り出しが終わって大工さんがパーツを一つ一つ組んでいきます。この後それぞれのパーツを組み合わせて木製花壇の完成品にしていきます。精米製材のこと、注文製材のこと、木材加工、木スペレットのこと、はたまたこのような木材加工のこと、木工のこと、何かございます。